われた手だけでは分かんない。あっちもあった、あっち読みやな、はい、もう終わり。皆さんこんにちは、ありがとうございます。本日はようこそ名古屋高専会館にお越しくださいました。それでは今の公開トレーニングを始めていきます。今回のトレーニングは皆さんの目の前のメインプールで行います。そこで皆さんに一つお願いがあります。この後シャチが仕事をする場所によってはお客様の方に大量の海水が飛んできます。特に最前列から4列目5列目までのお客様に非常に多くの海水が飛んできますので、それでは困るお客様は十分にご注意ください。さあそれでは早速写真のトレーニングに目を移していきましょう。こちらの広いプールには一頭の写真がやってきています。さあまずは一頭の写真からご紹介しましょう。皆さんは大型画面に注目してください。さあ今大型画面にドアップで写っているシャチは名前をリンと言います。リンはここ名古屋港水族館生まれのシャチで、現在6歳の元気いっぱいな子供のメスのシャチです。サリちゃんドアップすぎて顔全体が写ってないですね。サリちゃんありがとう、バッチリだったよ。さあそしてこの広いプールにはもう一頭シャチが来ています。真下にやってきているシャチはリンのお母さんのシャチです。今回の公開トレーニングは娘のリンが主役となって頑張っていきますので、皆さんリンへの応援もよろしくお願いいたします。アリちゃん、今回の公開トレーニングはどんな姿を皆さんに披露するでしょうか。じゃあまずは顔のドロップを披露してくれましたね。さあ続いてはリンが奥のステージに上がります。さあトレーナーの合図を見て水中に潜り込んでいき、勢いをつけて、さあリンが上陸です。さあバッチリポーズも決まっています。さあそして今リンの右下顎に食後のような模様がありますが、あれはリンが生まれた時ある意味しかないチャームポイントですので、ぜひ覚えて帰ってください。さあリンちゃん、ポーズもバッチリ決まりましたね。さあトレーナーのところに戻っていき、大好きな魚をもらいます。さあ続いてはリンにダイナミックなジャンプに向かってもらいましょう。さあ皆さんはこちらのステージ近くにご注目ください。リンが一番プールの深いところまで潜っていき、勢いをつけてジャンプです。高く伸び上がるジャンプも決まりました。さあそれではリンのジャンプが決まったところで、シャチとは一体どのような動物なのか、こちらの大型画面を使ってご紹介します。それでは大型画面をご覧ください。シャチは世界中に80種類以上生息するイルカやクジラの仲間です。赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海まで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいます。実はここ名古屋にも来たことがあるんですよ。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時水族館の近くを流れる森川を熱田神宮の近くまで泳いでいたんです。さて今回シャチたちですが、海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。イルカやアシカ、アザラシも食べます。また可愛らしいラッコやペンギンも食べます。そして時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメさえも襲ったりします。世界中の海に生息し、海のいろんな生き物を食べて
い部分にあるので少し分かりにくいんですが、小さな瞳でトレーナーのアイスも磨けていろいろな種目を行っています。さありちゃん、右側のガラス面に移動してきましたが、少しトレーナーの元を離れて散歩に出かけていますね。さあ、6歳とはいえまだまだ子供のシャチです。トレーニング中でもトレーナーの元を離れて今のように遊びに行ってしまうこともあります。サリーは遊びをやめてトレーナーのところに戻ってきています。さあ、もう一度トレーナーとタイミングを合わせていきます。さあ、右側のガラス面でもジャンプの合図が出ました。再びリンはプールの底まで潜っていきます。さあ、まずはトレーナーの近くで飛びますよ。さあ、リンちゃん、とても大きな体をしていますが、現在の体長は 4.7m、 体重は 1.4 トンもあるんですよ。その大きな体を持ち上げます。さあ、右側のガラス面でも華麗なジャンプを次々と決めます。さあ、今度もトレーナーの近くで飛びます。サリンの連続ジャンプが決まりました。肩伸ばしてたな。私たちにも馴染みの深い魚を挙げています。続いては銀が大きな尾びれを使ってプールの中を泳いでいます。シャチはイルカやクジラの仲間の中で一番速く泳げると言われています。最高時速なんと50キロを出すことができるんですよ。マリンが勢いをつけてトレーナーのところに戻ります。Thank you.
それでは最後にリンガ皆さんに尾びれを振ります。皆さん最後まで温かな応援をありがとうございました。
vale muito a pena. Vocês têm que ter isso em pé.